か怒ってる？怒ってない。雑貨屋さん行ったくらいから変だよ。言いたいことあるなら言ってよ。別に。ただお前が自分からどっか行きたいっていうの初めてだったろ。何かと思ったらあいつの誕生日プレゼントだって言うから。ねえ、なんだよそれって。もしかして嫉妬してくれたの？